ポペリスの皆さん、こんばんは。石原のぞみです。始まりました石原のぞみの超ポペちゃんラジオ、今日は第86回目の放送となります。この番組はセクシー女優界のホープちゃんこと私石原のぞみが、いずれラジオ界の規模となれるよう興奮奮闘していく番組となっております。はい、ということで、先週のラジオは私の仕事中に、はい、そのツイートできなくて収録だったので、はいはい、いつの間にか終わっていたよねっていう時間に、うん、あの榊原さんのツイートを見てしまって本当にごめんなさい皆さんあるだろうな来週もって思ってましたね。だって言わないですもん、私来週はどうのこうのとか言ってなかったもん、はい、だって一人でやったんだから。すいませんそうですね、2週間は一人でやりましたから、はい、その時に覚えてないですから、そんなことは一つもね。いや全然もう誰が悪いとかでもない、まあ、ないから、う、うん、やめようよそういう謝り合う。確かに確かに、なんかいきなり距離はできるから、そうやめようよ、はい、普通にね。はい、ということで、1週間2週間ラジオで言うと1週間ぶり、榊原さんで言うと2週間ぶりのラジオになるんですけども、はい、誕生日おめでとうって書いてて、はい、おめでとうありがとうね、明日なのマジ感謝、ありがとうございます、うん、明日で私は24歳になるんですよって話です。嬉しい嬉しい、はい、なんでなんで自分のことのように嬉しいですね。なんで一応よくわかんない、目合わせてくれないしそう言ってる時とか絶対思ってねえじゃんいやおめでたい、 ありがとうございます、うん、はい、なんでまあ今日は23歳最後のお仕事ラジオということで、はい、ちょっと締めるためにやるんですけど、うん、ラジオね、はい、あのさ、どうしようかな、私めっちゃ話したい話が1個あるんだけど、うん、どう考えても誕生日のノリで誕生日の話した方がいいと思うの、はい、誕生日の話からやろうか。いや、そのね、別にしゃべりたくない誕生日の話するぐらい、いやいやいや別にそんなしゃべりたくないみたいな、なんかそういうのやめなよ普通に、うん、話したいこと話していいですよ。じゃあ先に、なんか別にやっつけとかで言うわけじゃないからね、うん、その今このメモ欄に書いてあるのがお誕生日おめでとうだったから、はい、そのままの流れでお誕生日のイベントの話するよっていうだけなんで、皆さんそんなに、はい、そのなんか話したいことのためにさっさと終わらせようみたいな魂胆はないです。じゃあないですね。はい、7月の20日の土曜日にですね、コンカフェでバースデーイベントなどさせていただいたのよ、うん、すごいですね、うん、オリシャンなんか10本も作っちゃって、オリシャン、うん、はあ、オリジナルシャンシャンよ、シャンシャン、判断になっちゃいますね、オリジナルシャンシャンを作って、で、まあ、ファンの方はじめ、うん、女優のお友達の子も何か来てくれて、うん、7人ぐらい来てくれたのが、あ、すごい、女優お友達、うん、1、2、35、6、7人だね。ユリがすごい変ですね1、2、3、4、変ですね、っていう、そういうそんな折り方もあるんだな、そう、こういうのもあるんだよ、はいはいはい、で、それで、うん、やったのよ、うん、で、まあコンカフェって、まあ、普通のイベントに来られるよりも多分きっと高いじゃないですか、うん、その使われるお金としては、はい、なのにもかかわらず、うん、もうパンパンにねお客さん来ていただいて、ほう、パンコパンコに来ていただいて、パンコパンコにハラ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 、何ですかそのハラハラパンコがハラハラ、そう、パンコパンコに来て、はい、で、なんかすごいこうコンカフェの皆さん、コンカフェのお嬢の皆さんに褒めていただいて、うん、コンカフェのコンカフェ嬢の人たち、お嬢も別でいるんですね、そう、コンカフェのコンカフェ嬢たちも別でいて、お手伝いしてくださったんですけど、うん、コンカフェのコンカフェ嬢たちが、はいはい、あのこんなにシャンパン開けるだけで盛り上がるお客さん初めてだ、うん、だの、はい、女優さんがこんなに来るイベントも初めてだ、だの、いろいろ言っていただいて、はい、とってもいい会でしたよっていう話です、うん、で、それこに来ていただいた方からもう、はい、ザクザクもうすごいですね、ザクザクもう普通歌が来て、すごい熱量です、もう皆様何行ぐらい書いてくださってるんですけども、ちょっと
何個かピックアップの形にさせていただきます。これは決して私が話したい話をするために、何個かピックアップという話ではなく、あのいつも私のイベントの後に送ってくださるふつおたってもちろんありがたいんですけども、もうなんか感想文を読むだけになってしまって、なんかね、私がそれこそ全部なんかこうさばいていってる状態になる、それがちょっと申し訳ないので、改めて今来てくださった方ありがとうございます。これは本当に本当にありがとうございます。いつもが嘘のありがとうございますって言われてるんですよね。もちろんそうですよね、はい、今は多様性の時代ですから、そのいろんな発言に気をつけていかないと、そのどこで炎上っていうのが起こるか分かりませんからね。まずはありがとうございます。まずありがとうございます。まとめて、はい、そうまとめてありがとうございます、はい、そしてあの個別であの来ていただいた方にはそれぞれあのリポを送らせていただいてますので、当日近辺らへんで、素晴らしい、はい、そこで勘弁してください。何をそんな恐れてる。じゃあ読むね。はい、はい、ポペネーム玉しゃぶろうさん、ふつおた、みんちゃん、皆様こんばんは。先日のバースデーイベント、もう華やか大盛況でしたね。おめでとうございました。普段から仲のいい女優さんたちもそうそうたる顔ぶれでお集まりになり、名実ともにトップクラスの女優さんになられたのだなぁと感激しきりでありました。そんな中、僕らのテーブルにもちょいちょい立ち寄りお話ししてくれて楽しかったです。これは普段の飲み会にご本人が登場したような不思議な時間でしたね。なんせいつも石原に会いに集まった皆さんで、石原のいない飲み会を楽しんでいるわけですから、なんだか時空が歪むんでしょうね。で、もう舞い上がっちまって、やれ水を飲んだ方がいいよだとか、飲み差しのシャンパングラスに手をつけるのはやめとこだとかね。まあ飲み友にでも接するような軽ノリとおせっかい、なんともこっぱずかしい。他に楽しいお話もあったのに、こんなことばっかり考えてる、あ、覚えてる始末ですよ。まあそんなのはさておき、主役でありながらもあちこち大忙しの一日、お疲れ様でした。おかげでし幸せのお裾分けをたっぷりいただき、帰りの大雨すら心地よく感謝でございます。最後にあの乾杯コールについて、ダンシン、シンキン、エキサイティン、オーみたいなハロプロのコールっぽいあれ、リリ様直伝の飲みコールだったりとか、よければ解説をお願いします。で、テーブルで話題になった秘密情報、マスクを脱いだ岡本さんのご尊顔を初めて拝見、お美しい、元女優さんなのでは説浮上、エヴァンスさん、エヴァニキのニキ部分がちょっとだけ気に入っていないが言い出せないというところで、玉しゃぶろうさんからのお便りなんですけど、まあ、最後の方にこう解説だのなんだのってあるんですけども、はい、乾杯のコール、ダンシン、シンギン、エキサイティン、オー、これ全然違いますね。うん、乾杯、おっぱい、チェリーパイ、キンタマン、ホイホイですね。全然違うじゃない。全然違うじゃない。男子、新銀、エキサイティン、オーってなんですか。そして本家は結構あれですね。うん、パリピな感じでしょ。まあ、これはあのどうしようかなと思って、乾杯のコールを、まあその乾杯でもいいと思うんですよ、はい、でもなんかやっぱ女優の友達とかもいて、いつも乾杯するときの感じになっちゃって、はい、乾杯、おっぱい、チェリーパイ、金玉、ホイホイです、うん、もし使うことあればどうぞ。で、使いません。なんでなんでなんで、使いません。なんで乾杯、おっぱいがまず恥ずかしい。なんで乾杯、おっぱい、チェリーパイ、金玉、ホイホイ。恥ずかしいですね。これやるの恥ずかしいな、さすがに。でもこれやると、はい、すごいみんな盛り上がってくれて、なんか、うん、あのオリシャンって開けたタクで基本的にはこう盛り上がる感じが多いじゃないですか、うんうん、でももうそれを私がでっかい声で乾杯、おっぱい、チェリーパイって言うと、もうこっちをみんなぐるっと振り返って、はいはいはい、こう終わった後ウォーが生まれるんですよね。ありがたい、ありがたかったです。そして、マスクを脱いで岡本さんのご尊顔を初めて拝見ということで、なんかみんな岡本さんマスクしてる人だと思ってて、うん、マスクは基本してるんですけどね、岡本さん、うん、確かにイメージないな、そのそう、まあ、マスクばっかりっていうのは。マスク外した顔が、うん、なんか結構みんなに刺さってる、ありがとうございます、うちのファンのみんなに刺さってて、すごいです、嬉しいですよね、嬉しいですね、恐縮、とても綺麗だった、はいはいはい、そしてエヴァンスさん、エヴァニキのニキ部分がちょっとだけ気に入ってないがいいですね。これ、あの坂木原さんがいない一人でラジオをした時に、うん、生電話のコーナーで、あのエヴァンスさんがどうしてもそのあだ名をつけてほしいよということで、はい、どうしようかなって、うん、でもうエヴァさんとかって、はい、もうエヴァンスじゃん、まあまあそうですね、エヴァンスさんのうんす抜いただけになるから、そう、ね、どうしようかなと思って、はい、でもやっぱもう名物ものになってるじゃないですか、あのエヴァンスさんってこのラジオの中では最近だとね、はい、
なんでやっぱ皆さんにもこう相性を楽しんでいただきたいというか、うん、まあ、あだ名として呼んでいただくんだったらいいかなと思って、はい、でまあエヴァニキかなって言ったら、あ、エヴァニキ、はい、わかりましたっていう、こう納得、ご納得いただけてたと思ってたんですが、はい、その先日のそのコンカフェのイベント中に、うん、ちょっと申し上げにくいんですけども、エヴァニキはそのあくまで私たち同士の中でのあだ名で、ラジオではエヴァニキではなくエヴァンスと呼んでくださいと、ご本人じきじきにその指名をいただいてて、なので今回いろんなお便りにエヴァンスさん送ってもらってるんですよ。普通オタもそうですし、まるまるだ英文も演技力検定もね送ってくださってるんですけど、頭に必ずその釈明みたいなのがついてて、なんかエヴァンス名でお願いしますとか、黒い括弧で墨括弧でとか、エヴァンスでお願いいたしますとかつけていただいたりとか、周知徹底というか、そう、周知徹底、ずっとです、うん、ずっとそのこだわりみたいなのが、はいはいはい、ニキにはある、あ、エヴァンスさんにはあるみたいなので、じゃあそこはあんまりこうね、向こう側からのお願いであれば、はい、その、で、本当にごめんなさいね、エヴァンスさんの普通歌のその釈明のところだけ読みたいんですけど、はい、すみかっこ重要、最初にこの冒頭部分を黙読してくださいと、まさに黙読してくださいって言われてるんですけど、すいません、言っちゃいます、はい、先週のラジオでありがたくもエブニキとのニックネームをいただきましたが、エヴァンスという名がリスナーの間ですでに浸透していることなどを踏まえ、熟考の末、ラジオ上では今まで通りエヴァンスとの呼び名でお願いしたいと存じます。わがままで大変申し訳ありませんが、どうかご理解のほどよろしくお願いしますという、すみかっこ閉じ。そういうのがついてて。やっぱその、エヴァンスさんはやっぱ、その、なんですかね、やっぱこだわりあってもいいと思うんですよ。そのエヴァンスっていう名前で知られてると思う、はいはいはい、リスナーの中でも。でもこんなに強く、それはすごいですね、強く強い意志を感じましたね。かなり違うってなった。そう、違うってなったんだ。ごめん。強烈な違和感を感じたわけですね。ごめん。それはごめんって感じでしたね。はい、はい、そんな感じで。尊重しましょう。ございました。はい。はい、尊重しましょうね。うん。うん、まあそして。じゃあ続きまして、ふつおたね、ふつおた、いや、ぶどうちゃん、ポペネームぶどうちゃん、ふつおた、先日イベントありがとうございました。約3ヶ月ぶりにお会いできて嬉しかったです。今回のイベントはいろいろと初めてがありました。マネージャーのただちゃんってお互い立ってたらこんなに小柄なんだ、燃えるじゃんと言う初めて、マスクなしの岡本さんも初めて、なんだか赤いメガネも相まってすごく知的でエッチなお姉さんに見えました。今回は出版社の方につきっきりで僕の体をさすってくれることはありませんでしたが、またのぞのぞと飲むのも初めて、私ですね、あまり一緒に飲んで話すということは人が多くてできませんでしたが、いろんな人と話すのぞのぞを見つめながら、ファン同士でこれ綺麗すぎて横顔を魚に酒が飲めるね、いろんな女優さんも来て石原さんの人望熱いね、青いぶきちゃん万歳、村上由佳ちゃんさすがに白すぎないか、お豆腐、次来たら監督とエッチしてたやつ、ファンは羨ましさで泣きじこりだったこと伝えようね、とうとう楽しく交流できました。ぶどうちゃん、あれ絶対のぞみんのおっぱい当たってるよ、ベロベロで別のファンに絡む石原さんを見てシャンパン一口で体が熱くなってきていた、クールシャツの発言も忘れません。酔ってる石原さん非常にスコでしたので、今度はどうにか差しで一つよろしくお願いしますということで、ぶどうちゃんもタイからわざわざ来てくださってて、すごいですね、はい、もうラジオリスナーが結構パンコパンコにいましたね。てっつんもいたし、たましゃぶもいたし、エヴァンスさんも、ぶどうちゃんもいたし、で、まあ、なんか、まつりさん、最近送ってくださってるまつりさんっていう方もいらしてくださって、はい、結構パンパンに来ていただいてたので、まあ、ラジオリスナーさん同士が交流してるところは私はちょっと見れなかったんですけども、うん、まあでもそれぞれね、なんかファン同士でも話してくれてたりとかして、すごいなんか、おのおの楽しんでいただいてたので、はい、よかったかなと思います。それすごいですね、はい、ということで誕生日のイベントについては本当にありがとうございました、はい、皆さんのやつも見てます。皆さんどんな格好してたんですか。私なんか今回
メイドみたいな。あ、メイド。黒いメイドみたいな。いや、そうです。いや、私の形が。いや、どうしたんですか。私はあんまそういう。え？フリフリ系を着ないもんですから。あんまりフリフリ系を着ないもんですから。すみません、聞いちゃって。でも、はい、なんか、全然、あの、裏側を暴露とか、うん、そういうのは全くないんですけど、はい、あの、まあ、コンカフェついて、で、まあ、コンカフェってイベントをする場所じゃないので、基本的には、あの、いつも裏で待機する場所があったりとかするイベント会場とは違って、うん、まあ、更衣室みたいなところだったんですよ。うん、じゃあ、なんかその、リーダーみたいな、シフトリーダーみたいな方が、はい、石原さん、どの衣装着られますか？なんか黒と白があるんですけどって言って、うん、あ、じゃあ黒でって言ったら、なんかこう、千と千尋の、あの、神隠しで、千尋が、あの、最初、服を、うん、あの、リンさんに取ってもらってる時、はい、あったじゃないですか、うん、なんかああいう感じで、え、うん、これは小さいなみたいな、うん、これとこれを、あとはこれをみたいな感じだったので、はい、なんか千と千尋みたいで嬉しかったです。嬉しかったですね、はい、とっても嬉しかったです。楽しかったです、はい、今後もまたそういうイベントが、誕生日付近でしか多分きっとああいう大きなイベントはできないと思いますので、もしあの気になっている方、来年私の24歳の誕生日、この間だから25歳の誕生日に来てください難しいんだよ、そうですね、その日付がずれてると。明日が誕生日だから、はい、実際23歳から24歳になる瞬間は明日ですからね。そうですね、はい、はい、ということでした。そして私がずっと喋りたかったこと、はい、あんのよ、ここ会ってないかった時にね、うん、あのさ、ネットフリックス入ってる？入ってます、入ってます。ネットフリックスで、うん、最近ザ・ボーイフレンドっていう男性同士の恋愛リアリティショーが始まったんですよ。あら、すごいですね。まあ、恋愛リアリティショー嫌いそうだけど、嫌いじゃないですよ。嫌いじゃない、はい、めっちゃ面白いから。面白いんだ。マジで見てほしい、はあ、なんか恋愛リアリティショーって、うん、まあ、私好きなんですよ、見るのめっちゃ、うん、なんかまあその嵐役がいたりとか、その場を嵐役がいたりとか、うん、はい、そういうなんかこうかき乱し役がいたりとか、三角関係になったりとかってありますけど、うん、なんかそれってあくまでなんかこう男と女にオファーを入れて、うん、恋愛リアリティショーしてくださいって言ったら恋愛リアリティショー止まりなんですよ。ああ、なるほど、わかる、恋愛までなの、はあ、いけるのって、うん、なのね、うん、でもその男性同士のものって友情にもなりうるし、はい、で特にゲイの方同士ってこう好みがこう割とはっきりされてるというか、うんうん、なんかそういうなんだろう、なんかフィーリングが合えば OK とかいうのではない気がするんですよ、うん、なんかそれぞれこう好きであるこう特徴があったりとかっていうのがあって、はい、でなんかこの人はこの人のこと好きなんだけど、この人はこの人のことを友達としか思ってない、でもそこでも美しい友情が生まれるんですよ、うん、そのザ・ボーイフレンドっていうのは、一緒にねコーヒートラックをみんなでやって、コーヒーの講習受けて、うん、コーヒーをみんなにこう売りに行って、でそこで できた利益は自分たちで使っていいんですよ。だから家計はそのみんなで回してんの。一人そのゲイの方ってそのまあ結構ゴリゴリにマッチョな方とかもいて、体気にされてる方で、うん、でなんかダンサーの方がいるんだけど、その人は毎日鶏胸肉を2キロ食べないといけないんだけど、うん、その家計が火の車なのね、うん、で鶏胸肉は1000円までにしましょう1パック、うん、でもそれでも譲ったの、その家計役の方が、はい、まあ、鶏胸肉は1000円でもその人しか食べないから鶏胸肉は、うん、譲るんだけど、でもそのスーパー回ってたりとかするとどうしても鶏肉が高い時がある、うんうん、1500円でもいいですかって LINE が入るんだけど、うん、ちゃんと話し合いが行われて鶏胸肉の件で、何それ、うん、で、あのうちらは本当は1000円で買ってほしいってことだったんですけど、まあいろいろこう今まで高いこう、ね、値段が変動したり今円安なんで高くなってるかもしれませんと、でそこはちょっと譲りますけど、でもその一人の方のためにみんながちょっと我慢して食費をこうちょっと切り詰めてる感じなのは分かっててくださいねってこう言う人がいるんだけど、それも優しさなのよ。でそれに対して、あ、それは本当にごめんねって言えるその人もグッと、うん、でそれにプラスでも
みんなでさ、コーヒー売って、鶏肉も買って、みんなでハッピーにここで暮らそうよっていうやつもいいんだ。いいんだよね。その黙らないみんなが、そうなんかこう言われて落ち込むというか、ちゃんと言い合える仲になってるっていうのがとってもいい、とっても素敵。なんか結構ガチ生活の部分があるんですね。うん、そうそうそう。でもそれぞれ仕事があるんで、仕事で抜けちゃう時とかもあるんだけど、はい、そう。でももうやばいよ。もう。火曜日が毎週更新日なんですね、はいはいはい、なんで私昨日も見たんですよ最新は、うん、で来週で終わりなのかな、うん、で10エピソードあって今とか8までしか出てないんですけど、もう8が8がすごい、8がもう、はい、もうクラウゼ、そうだマジで見てほしい、超面白い。恋愛模様が面白い。恋愛模様ももちろん面白いんですけど、はい、なんだろうな、なんか、まあ、みんなめっちゃ薄っぺらいこと言いますよ。私こういうの語源化するのすごい、言語化するのすごい難しく感じちゃうタイプなんで、はい、すごいあれなんですけど、みんな優しいんですよね、うん、みんなめっちゃ優しくて、優しい。だからなんかそれぞれまあ、なんかいろんな生き方をしてきた人たちだから、うん、なんかこうね、人に対してみんな優しい、自分が傷ついてきたからこそみんな優しいから、はあ、すっごい喧嘩とかは見れない。その、はいはいはい、たまにあるじゃん、まあなんかね、バトル感じ、恋愛料理、まあ、話題になる回とか、ね、うんうん、あるんだけどそういうのはない、はい、一番揉めて鶏肉、ね、一番揉めて鶏肉ぐらい、まあこれぐらいなんかこうみんなが寛容な空間なんだ。そう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 、はあ、あと皆さん可愛らしいんですよね。推しは誰ですか。推し、はい、むっちゃ推しはいやでもね、まだ見てない方のために、うん、現世かな。現世、うん、台湾の方でメイクアップアーティストをしてて、はい、見た目はこうちょっとひげ生えてて、うん、なんだけどちょっと小柄で喋り方とかも可愛い感じ、はい、なんかこう嬉しい嬉しいみたいな喋り方する人なんだけど、はい、めっちゃめっちゃいい、現世がいい、現世いい。でも、はい、うわめっちゃ痛いめっちゃ痛いけど、みんな早く見れる早く見れたりする、うん、1個だけじゃあその言っていいですか。言っていい、はい、まあでも序盤で結構わかると思うんで言っちゃうんですけど、はいはい、あの大君と俊君っていう子がいて、お大俊ね、うん、もう大俊、はい、もうやもうなんかね、うん、俊君はこう、まあ、今までの恋愛のトラウマとかがあるから、はい、ちょっとこう閉ざしがちでちょっとネガティブで、うん、でこう姫なの、結構姫、はい、あの機嫌悪くなったりするちょっと、うん、なんだけど、うん、まあ、大君が結構好きで、しゅん君のことをね、うん、で結構ガツガツアタックするんだけど、で今まで通りにはいかないの、大君も、うん、今までこう無邪気なこう年下感、犬系みたいなので、うん、多分今まで恋愛できてたと思うんだけど、しゅん君は一筋縄ではいかないんですよ、なんかあの同じテンション感じゃないからそれがきついとか言ったりとかしちゃうの、辛辣なこと、そう辛辣なこと言っちゃうの、うん、なんか結構簡単に変える化とかしちゃうの、はいはいはい、しゅん君は。でもまあ、それをいろんなどの話を見ててもしゅん君と大君は絶対出てくるんですよ、はい、でその度にめっちゃ仲いいかめっちゃなんか距離置いてるか、しゅんがもう喧嘩越しでこんなになってるかぐらいなんだけど、はい、もうねそのしゅんが成長した瞬間なるほど、今まで姫だったあの姫だったしゅんが成長した瞬間っていうのが見れるんですよ。皆さん絶対に見てください。わかった？絶対に見て。大人になるんですね。そう。旬が。旬が。あ、いいですね。おすすめ鳴らすやつなんですか？絶対に見てください。わかりました。はい。そんな感じです。うん、いいよ。それぐらいかな。なんかあったかな？最近。なかった。最終回だと。
そう、もうちょっと最終回なのよ。火曜日だから皆さん、あの明日ラジオだな、うん、でもちょっと暇かも今日、はい、って時に、うん、見て。ちなみにどうなったら終わりなんですか、その。いや、もう1ヶ月間の共同生活で、はいはい、もう1ヶ月経ったら終わりなんですよ。ほう。だからその間に見つけろってわけではないけど、はい、まあ、自然と一緒に暮らしてて、うん、でお互いそのカミングアウトをしなくてもゲイ同士が集められてるから、うん、みんなゲイだっていう分かってる中で、こう、まあ、私たちがこう見れてる状態よりももっと濃い時間を過ごしてると思うから、なんかこう1ヶ月短って思うかもしれないですけど、まあ、彼らにとっての1ヶ月すごい長いですから、うん、そこで生まれる友情、そして愛、うん、最高。最高って言ってたんだ、それ。そう。最高って言ってたんだね。最高って言ってた、はいはい。なんで、まあ、恋愛リアリティショー見れるよっていう方いたら、うん、あの今一番おすすめの。なるほど。あと、こう、テラスハウスはご覧になられたことあります？テラスハウスも見たことないですね。あ、なんかテラスハウスとか、まあ、バチェラー、バチェロレットもそうなんですけど、はい、スタジオのコメンテーターの方もいるわけですよ、うんうん、芸能人の方が、はいはい、ああこれは、はいはい、ああとか、うん、ああめっちゃいいとか言ったりする人たちがいて、はい、サッシーとかがね、そうそうそう、はい、やってるやつだ。ボーイフレンドは、はい、あの徳井さんと、お、あとめぐみさんと、おお、いいですね。以上、はい、ホラン千秋、とホラン千秋、うん、青山テルマが、あとプラスそのドラッグクイーンの方がいて、はい、はあ、多いですね。もうコメントも最高、最高なんだ。盛り上がってるんですね、じゃあね、盛り上がっていいですね。あ、そうだね、カチ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 怖い、やだやだ怖いです。もう勝った、はい。そんな感じでした。なるほどな、うん、まあ、ちょっと待って、なんか話せることあった話して、話せることなかった話さない、うん、話せることね、あれば、うん、あれば話していただきたいですけど、で、まあ、あと2週間空きましたからね、うん、2週間空いたけれども、はいはい、ないなくても、いや、いろいろあったんだけれども、うん、その、まあ、友達と遊んだよとか、はいはいはい、その女優のね、うん、友達とバーベキュー昨日行ったよとか、うん、あとサウナだよとか、はいはい、そんな感じでした。ありがとうございます。一、はい、行日記を、はい、もうそんな感じでした。ちょっとね、皆さんに、うん、あの今後と、まあ、一つ何あの重大発表お伝えしておきたいというか、やば、あのお知らせを伝えお伝えしたいというか、うん、あのこうしようという提案なんですけど、こうしようという提案どうぞ、はい、普通た、はい、2枚に分けるのは、はい、今後はルール違反ってことでしょうね、うん。普通だとルール違反、その 1枚に収めるっていう制約のもとで、うん、なるほどね、その本当にここだけというのを頑張って書いていただきたい、うん、なるほど、溢れる思い分かるんですけど、うん、そうなるとやっぱこう読めなく、時間のところ読めなくなるっていうのがありますから、確かにね、うん、じゃあ普通歌を1枚にしよう、はい、そう、そうするとやっぱね、うん、やっぱ3枚とか分かるとこうおっとなりますね、確かに、うん、まあちょっと長い時もありますしね、そうなると全然いいんですけど、2枚に分けていただけるほどあれしていただくと嬉しいんですけども、なんか直接会うイベントの時に置いといていただくとか、うんうんうん、そういう感想とかをね、うん、でしていただくといいかな、そうですね、うん、はい、と思います、うん、そんな感じで、じゃあもう行くよ、はい、というわけで毎週水曜日のこの時間は石原とずみの超ホップちゃんラジオ、よろしくお願いします。石原のぞみ演技力検定職業女優の私石原のぞみが純粋な演技力を披露、純粋ってなんやねん、毎週集中集中からお送らせるとんでもない、どうしたんですか、毎週視聴者から寄せられるとんでもシチュエーションをそつなくこなし、女優としての過去を皆さんに見せつけるコーナーです。過去を見せつけられたかどうかはリスナーの皆さんに判定していただきますいつもそんなでしたっけ、うん、
はい、合格だったら希望、全然ダメだと思ったら失望スタンプをお願いします。肉垂らし最終的に、はい、希望スタンプが半数以上だったら合格とします。では早速いきましょう、はい、ちょっとうなぎパイ食べていい？すいませんね、はい、すいません。うなぎパイってうなぎ入ってるんでしたっけ？うなぎ入ってますよ。あ、マジで？はい、粉がね。へぇ先ほどね、そのジングルの最中に開封まで、うん、終わってしまいましたから、ね、はい、間に合わずでしたけど。じゃあね、はい、やるよ。お願いします。はい、ね、はい、ポペネーム、てっつん、遠慮部検定。オリンピックで何らかの競技で金メダルを獲得した石原のぞみのインタビュー、競技についてはアドリブで。お疲れ様です。あ、インタビューの方お願いします。あ、どうも。まずは今の率直なお気持ちを。いやマジで本当にやりきりました、パリオリンピック、うん、以上です。今のお気持ちをまずはどなたにお伝えしたいですか？はい、いやまあ高校の顧問ですかね。なるほど、うん、この今ご自分がやられている競技について、はいはい、どのような思いで練習されてきましたか？まあ実を言うと、まあ、水泳を始めたのは水泳を始めたのは、はい、全然高校終わってから卒業してから大学に入ってからで、まあ、自分なんて全然何もできないなと思ってたんですよ。ずっと中学高校もずっと文化部で、はい、家庭科部でやってたんですけど、ずっと料理作ったりお菓子作ったりとか、その女の子の中に混じってやってたんですけど、まあ、大学生になってからちょっと初めてのことやってみようって挑戦したこの水泳で、まあ、自分がこんなにもこう世界で活躍できる選手になれたっていうのが、まあ、まず自分自身への一番の驚きですし、それと同時に、まあ、ここまでできるようになった自分の努力も自分自身で褒めたいなと思ってます、はい、ラスト 30m の泳ぎはまさに圧巻でしたが、はい、あの時は一体どのようなことを考えて泳いでいらっしゃったんですか？まあ、自分ちょっと鼻炎なんで、鼻呼吸厳しくなっちゃって途中で口でそんなやついますか？口で鼻呼吸はきすぎて、あ、まあ、結構口呼吸の方がね、あ、多いかと思いますが普段鼻呼吸でやられていらっしゃる、まあ、その大学時代に、はい、そのうちの大学は口呼吸禁止でずっと鼻呼吸だけでやらされてて、それの意味っていうのが、はいはい、やっぱその肺活量を鍛えるために口で吸うよりも鼻で吸えと、はい、なんで、まあ、今まではずっと鼻でやってたんですよ、はい、でその学生の中のこう大会とかでもずっと鼻で1位取ってきたんで、鼻で、うん、でもただやっぱパリ気候が違って日本と、はい、調子が出なくてあんまり、うん、でこれでなんかに日本に笑顔で帰れるかなと思ってたところだったんですけど、口やっぱすごくて口やっぱすごくて口がいい、すげえ、はい、なんか息吸えて、はい、なんかこれを同時にできるようになったら、うん、鼻口できるようになったら、はい、もっと上目指せるんじゃないかなって自分自身も楽しみに思ってます。なるほどですね、はい、最後、はい、アンカーでの泳ぎでしたけど、アンカー、はい、あすね、はい、チームでだったんでしたけれども、はいはいはい、やはり岡本選手がトップでたすきをつないでくれたときに、うんうん、どのような思いでスタートを切りましたか？まあ、やっぱり自分一人で出る個人競技ももちろん好きなんですけど、はい、まあ、やっぱそのチームでしかそのできない、あるけどそういうの、いやすいません、あるけどそれ、すいません、そういうチームでしかできない、かぶるかな一回キャップ脱いだらもうかぶんない、うん、まあその達成できないチームでしかできないその、はい、なんていうか、まあ一人が強くたって意味ないじゃないですか、はい、世界がどんなね選手を揃えてるか分かんないですし、はい、なんでそこでやっぱまあ岡本先輩
うん、ごはんさんはやっぱその3年ぐらい前から、あ、間違えた、2回ぐらい前のオリンピックからすごいな、2回ぐらい前のあれからずっと頑張って、ね、あの日本の中ではこうやっぱ注目されてる選手でしたし、でもやっぱり練習も厳しいからこそ岡本さんがつないでくれたというより岡本さんがやっぱり引っ張ってくれたおかげというか、まあ、最後アンカー自分だったんですけど、まあみんなでつないだ、うん、金メダルかなって思ってます。なるほど、うん、それでは最後に、はい、テレビの前の日本のファンの皆様へ、はい、いつものやつお願いいたします。あー気持ちよかったありがとうございました石原のぞみさんでした。素晴らしい、ありがとうございます、はい、あれですね、その、うん、花川球というでかいその重りをつけての練習をしてたというのがそう衝撃だった、うんうん、やっぱあの普通から離れるべきですから。なるほどなるほど、うん、いや素晴らしい、ありがとうございます、はい、うん、いい感じだね、はい、いいですね、まあどうせ合格でしょう、まあこれはかなり、うん、うまくできていました。あ、どうもありがとうございましたどうしようかな、次、うん、え、どうしようかな、じゃあ、続きまして、はい、オペネームてっつんさんの、うん、でデートで一緒に焼肉に行ったり焼き加減や食べ方にうるさすぎる焼肉方向奉行奉行な彼なんかいいですね、うん、うなぎパイはよく紙でね、はい、久しぶりやな焼肉、もうめっちゃ焼肉行ったかってんな私、もう最近ダイエットもしてたし、まあ、久しぶりに行けるしめっちゃ楽しみにしてたから、ないし私の誕生日お祝いということで、じゃあ全おごりやな、よろしくお願いしますじゃあ、あ、飲み物じゃあ私ウーロンハイで、ウーロンハイ一つ、生ビール OK、 すいません生ビールとウーロンハイ、はいお願いします。まあまずはまあ肉って脂っこいから胃に膜張ろうか、卵スープやな、で、まあ今日その野菜で埋めたくないからいいよ、とりあえず卵スープで牛タン、うん、厚切り、いや厚切りはいいよ一番最初にただの塩タンで、ここの店のそう力、だから寿司屋でいう卵みたいなことや、うん、ガリとかな、それでちょっとお手並み拝見やな、レモンで食べろって言ったら注意するんやで、冷凍のタンの臭みを消すためにレモンが添えられてんねんから、生タンやと美味しいからな、塩で食べるから、うん、でもええとこ連れてきたくてたやろ、ほんならもう絶対心配ないな、な上タンかな、上タン塩、あとは、まあ、ハラミロース、カルビ食べる？食べれる？私結構もうきついねんけど油が、じゃあハラミロースカルビ OKOK、 なんかタレと塩選ぶらしいけど、タレあんのに焼肉来たのに肉の本来の味楽しめなの、うん、いやいや
あの、まあ、留学とか行った時はタレ味の方があの味がしっかりついてて美味しかったりするけど、せっかくいい焼肉屋さん来たんやったら肉にこだわりある人がやってるんちゃうかな、店を。塩ちゃう？うん、じゃあもう全部塩で。うんうん、そうしよう。ご飯は食べんの？大肉と米は一緒に食べると美味しいけど、ここはあくまで焼肉屋さんで、ここはお米屋さんじゃないねだから、うん、ご飯は足りひんかったら後ででいいんちゃうかな。炭水化物も冷麺で取ればいいと思うし、冷麺もめっちゃ美味しいやで、そのだしとかにあの牛のあれ入れたりとかするんやから。する？じゃあ、うん、ご飯はじゃあ一旦小で、うん、OK、じいちゃんこれ頼もうか。すいません、あ、ありがとうございます。乾杯、乾杯。血もいいですか？あの、あ、キムチもいい？キムチも、うん、キムチの盛り合わせ一つと、あと卵スープ、上タン塩、ハラミ、ロースで、カルビ、あ、全部塩で、で、ご飯が小で、あとで冷麺ください。はい、お願いします。微妙やな、火の感じが。なんか、ここ港区やしさ、ここ多分、映えみたいなんで来るんやろうな。メニュー見てても思うもん、なんか、ウニが乗ってたりとかしてるし、ちゃんと肉を食べに来たのに、ちゃんと肉を食べに来たんやで、今日は。ビールもなんでビールなんやろなと思ったら、そのお腹膨れてまうやんって、肉食べに来たのにビールの炭酸でもなんか膨れてまうやんってずっと思ってた。あ、ありがとうございます。じゃあ上タン、あ、焼く？お前が？うん、いいよ、やってみて。まだひっくり返さんでいいで、うん、もうちょっと焼こう。あの、タンはあの、まあ、そんな焼きすぎん方がいいけど、今のやったらちょっと生すぎるわ。うん、うん、うん、はい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 、ありがとう。うん、冷凍やな、タンが冷凍高いのに。ほんなら次ちょハラミ焼いて。あ、もうあかん、見てられへんわ。もう貸して、私が全部やるから。もうあのな、肉っていうのはちゃんと肉と会話せなあかんねん、焼肉っていうのは。だるいわ。はいはい、もう感想とかいいからさ、早く食べてくれへん。次の肉焼けてまうで。食べた、ごちそうさま。なんか誕生日のディナー連れてきてくれたけど、なんかいろいろやってもってごめんな。でも焼肉っていうのはちゃんと肉と会話するところからやらなあかんから、まあ、次も勉強しに焼肉行こう。疲れた、全然焼肉興味ないのに。嫌だった。うん、嫌だった。すごい嫌だった。はい、うますぎて。あ、ほんと、うん、ありがとうございます。こんな食べ方しませんよ、いつも。あ、本当ですか。うん、もう一応ね、うん、肉なんて焼いてまえば一緒やねんから。はいはい、うん、大丈夫です。あ、あの10万スコアを突破しました。なんで？素晴らしい。今の演技に10万スコア、今の演技に流星群ということですね。素晴らしい、ありがとうございます。10
ジーマンスコアって何するんやったっけ。あのやはりコスプレー、コスプレかの話でしたね、はい、いつ、うん、じゃあちょっといきなり来週っていうのは難しいと思いますね。そうですね、8月中かな、はい、8月のじゃあ、うん、8月の、1週目ということにしましょうか。1週目、はい、すみません、7日、7日ええよ、いいですか、ええよ、じゃあ8月7日で、はい、ではあの今日のスコアの1位の方が、うん、あ、決める、決めれる、あ、いいやいいや、テーマを決めれる、確かに確かに、それいいじゃない、しましょう、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、はい、なんでまああの今日の 最後の方まで皆さんスコア、そうです、ね、競っていただいて、そうですね、うん、テーマをね、はい、テーマを競っていただいて、はい、そうするとまあ来週までに、はいはい、そのテーマが、うん、あの送られてきまして、はい、来週以降に段取りということでも、はいはいはい、もう間に合いますか、全然全然間に合いますよ、はい、なんでよし、はい、楽しみですね、楽しみですか、はい、本当かな、はい、じゃあ、うん、こんな感じでいいかしら、エンディング限定、そうですね、はい、ちょっと、はい、すごいのが出てしまったので、これ嬉しかったです、あ、ありがとうございました、はい、ということで以上、エンディング限定でした。あれ、あれ、〇〇な AV のコーナー、ああ、そうです、はい、〇〇な AV のコーナーの概要がないので、失礼しました、なんかすごいいつもいい感じの AV を考えて、皆さんに考えていただいて、その中から毎週一人 MVP を選んでいる形となっております、失礼しました、いいね、はい、じゃあ読んでいきますわよ、はい、ボブネームてっつん、まるまるな AV、 和歌を送って気に入られないと始まらない平安貴族 AV いいで、でもそうじゃんね、うん、実際え、どっちが平安って、平安がね、うん、平安って実際そうだよね、平安はそうです、うん、AV はそうじゃないですよ、物語みたいな、ね、感じですね、そうそうそう、はい、いい感じですね、はい、はい、じゃあ続いて、続いてもてっつん、まるまるな AV、うん、余った皮をグツグツと煮込んで仕上げたジャムチンコ AV 何ジャムチンコって、鉄さんの当たり前にない言葉、そうどんどん普通に言っていくから、はい、じゃあ続いて、うん、続いても鉄さん、まるまるな AV、あえてカメラを見ず背伸びしてブラックコーヒーを飲み政治経済について語り雨の日に傘を持たない童貞の AV 別にいいじゃん、うん、なんかフォーカスしすぎだ、うん、童貞なんでそん何にそんな、ね、何されたの童貞に、はい、じゃあ続いて、ポップネーム第3〇〇な AV、はい、すでに優勝しそうな勢いのソフトオンデマンドホークスの AV 確かにそうだ、今ぶっちぎりですからね、今ソフトオンデマンドホークスではないですよ、ね、ソフトオンデマンドホークスも強いんだこのらしい、すごいですね、はい、じゃあ続いて、続いても第3〇〇な AV、モザイクの上から同じ形のモザイクをかぶせたらモザイクが消えた AV まあまあまあ、うん、ありえなくはないですか、ね、ありえなくないことはないですよ、スリガラスにテープ貼ったら奥見えるみたいな、そうなの、あ、そうですよ、そうなんですよ、すりガラスって細かい凹凸なんでね、凹凸がなくなるんで奥見えるようになりますから、じゃあモザイクもみたいな可能性ありますね、はい、じゃあ続いて、続いてボベネーム玉しゃぶろ〇〇な AV、 夏はやっぱり森林、それともドピュッと掛け林、ご来店もお待ちしてます、蕎麦屋のプロモ AV ちょっと悪意あるよ、いいな、な森林さんに掛け林やだよ、掛けんな、じゃあ続いて、続いても玉しゃぶさん〇〇な AV、 潮吹き激しく床一面が水浸し、鏡のように反射した水面に宙に浮かぶような女体が美しい、ウユニマンコ AV ウユニエンコですよ、ボリビアのね、ウユニマンコね、素晴らしい景色ですね、見てみたいね、一緒に一回逆さまに映るんだね、そうそうそう、はい、じゃあ続いて、続いてボベネームサイレント夜さん〇〇な AV、
この男優めちゃくちゃじらすなと思ったら昼間はトルコアイス屋で働いてる男優だった AV ムカつくチラシね、スインってあれですね、もういけるかと思って、そうそう、はい、じゃあ続いて、続いてポペネームエヴァンスさん、スミカッコエヴァンスでお願いいたします、スミカッコ閉じ、ポペ、まるまるな AV、膣内に発射した精液が勢い余って女優の鼻の穴から飛び出して白いユリを咲かせる AV いや この人はもう掴んじゃってますよ、その MVP に取りたい、取れる、取れる AV を送ってきてる、お気に入ってる、なんかバッと短く持って、そうそうそう、バッと短く持ってお気に入ってる、これがいいんだろって平均点を出してくる、素晴らしい、ありがとうございます。続いて、続いてエヴァンスさん、バレバレな AV、はい、アナル開発の末最後にたどり着いたのが万里の長城の AV なんで？なんで？なんで？なんでだよ。なんでそこまで行っちゃう？なんで行けたの？アナル開発ってその、本当の開墾みたいな試合でやってないの？違いますよ。アナル開発はそこじゃないですよ。2階の地をめっちゃ切り開いてる感じないのか、すごいですね。いや、やっぱエヴァンスさん、お気に入ったなと思えば、いやそうね、挑戦してくる。突拍子もない、素晴らしいですね。はい、じゃあ続いて、ポペネーム、底辺塾さん、底辺塾さんいつも最初になんか書いてくれてます、家の近くにシシド皮膚科というシシドカフカみたいな病院があります、はい、じゃあバルバルネーブいきます、割れちゃいますよ、はい、ポペネーム底辺塾さんですね、激しいピストンの最中腰を引いた瞬間にクリを刺激するだけの男優がいる餅つきみたいな三品セックスAV うざすぎる、パタタタタタクリクリクリでしょ、うざすぎるだろ手だけ、手だけキュ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 ってキュ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 ってくるやつ、ムカつくな、それは邪魔くさいですねあいよあいよっているからね、そのやっぱこの手と腰がこう重なっちゃうとダメなんで、ね、怪我しやすいから、その怪我するんだ ねそう、激しいピストンですから、はい、はい、じゃあ続いて、続いても天竺さん、まるまるな AV、背徳感シリーズ、トーイックの勉強だからと正当化してみる洋物 AV 知らんよそんなあんたが背徳感感じてるか、まあね、タイトルの単語をね調べたりなど、そうそうね、できんの、ね、できないでしょはい、じゃあ続いて、続いてポペネームぶどうちゃん、まるまるな AV、中華料理人がチャーハンと同じ要領で手間したらパラッとなった AV 何がパラッとしたの、手間の中でパラッとするの結構危ないけどね、そうそう乾燥しないようにしていただきたいんだけど、はい、じゃあ続いて、続いてもぶどうちゃん、まるまるな AV、童貞の思春期は長いので横目でしかおっぱいを見ない AV 男優がね、好きにしてほしいけど、かなり前から見てほしいけどね、普通に映ることもね、あんまなさそう、ないですから、それ気にするところでもない、そこが童貞なんだろうね、そうだね、はい、じゃあ続いて、続いてもぶどうちゃん、まるまるな AV、今日は 3P だよと言われた童貞がゲームキューブのコントローラーを持ってきた AV いいじゃん別にまあその本人は親切としてね、うん、まあまあまあそうだけ、うん、そうだからこ そ誰も困らないから足りないかと思って2個ぐらい持ってきそうだ童貞のことをあまり責めるな、ね、はい、じゃあ続いて、続いてもぶどうちゃん、まるまるな AV、 しごきすぎて火をつき、いや火がつき、火を初めて見た童貞の中の文明が一気に進んだ AV いやその何も知らないみたい、なんで文明ないの、本当だよ、そうそう、童貞でなんで止まってると思ってるの、あるだ文明じゃあ続いて、続いてポペネームベストイボジーニスト女優の乳首を触るとボシュッボシュッとファミマにあるチケット発券機のボタンと同じ音を出してくれるサービス精神旺盛な AV 女優 AV それは何が嬉しい、何が嬉しい、これは何がサービスだと思ってるのこれのこれをやられたらベストイボジーニストさんは
嬉しいんですよね。やったーと、うん、なるんですよね。どういう初めて見たなこのベストイボジーニスト。確かにね、はい、嬉しいですね。嬉しいですね。じゃあ続いてポペネームまつりさん、まるまるな AV。 童貞ということを隠して学園生活を送っていた童貞だったが、ある日転校してきた女子に童貞を見破られてしまい、そこから筆下ろしの機会を虎視眈々と狙う青春系 AV。 童貞シコシコ玉パンパン。すごいね、このなんかちゃんと本当にみんな時事ネタを押さえてるのがさ、そう入れてくれてるから、うん、まつりさんは特にですけど、はい、そういうこうなんか語呂合わせみたいな、よくやってくれますよね、はい、ありがとうございます。はい、ということでこんな感じだったんですけども、もうねえ、はい、なんか別にひいき目で見てるわけじゃないんだよっていうことは分かってほしいです。あれ、はいはいはい、今回の MVP は、はい、ポペネームエヴァンスさんのアナル開発の末最後にたどり着いたのがバニーの頂上 AV に決定です。はい、これはもう、うん、とこの童貞ネタが多い中で一つ抜けてたなと思います。ツボだったらね、間違いないです。私のツボでした。はい、はい、ということで以上まるまるな AV のコーナーでした。こんばんは、石原のぞみです。石原のぞみのボビちゃんラジオ、毎週水曜日の21時から。はい、ということで第86回石原のぞみの超ホップちゃんラジオ、そろそろエンディングのお時間です。いかがだったでしょうか。普通音の他にもコーナーお便りたくさん募集しております。ラジオトークの番組ページにある質問を送るというボタンからポペネも書いて送ってきてください。ということで今日のタイトルを皆さんに決めていただきたいなと思います。さあ送ってきてください。その間に来週のコーナーでございます。演技力検定と〇〇な AV となっておりますので、皆さんそちらの方と、あと普通音は2通ではなく1通でまとめてみるなどしてみてください。はい、マスクなし岡本、普通歌は一通で、チェリーはやっぱりブドウに勝てない、ボーイフレンド見て、うん、10万スコア行きました。1位はブドウちゃんです。お、今のところブドウちゃんが、はい、マジですごいですね、うん、初めて見る桁数。確かに10万ってすごいね。だって、はい、え、この間が5万でしたっけ。はい、5万です。2倍ですもんね。そうですよ。あざーす。ドーベルマン、まあ、なんか記憶に新しいですからね。ドーベルマンとか名前もう出さないでください。あ、すいません、すいませんそう、怒られるんで私が。あ、そうです、うん、ただね、今回はまあそうそう、はい、そうそう、それはそう、分かってますよ。前回その、10万期待しておいてくださいとね、石原さんから、はいはいはい、私が言ったんですもんね。はい、その言葉をいただきましたよ。足りーなじゃあもうあの、うん、今回 あのタイトルは、はい、男子心筋エキサイティンでいいと思います。 あ、男子心筋エキサイティンティン何でもいいですもん。そうですね、ティンティンにしてください。はい、はい、じゃあどうぞ、あの、うん、リクエストそうです、ね、あるんだったら、はい、どうぞちょっと今言えるでしょ。あ、そんなに願えてるんだったら今言えるんじゃない。あ、今言った方が準備をしっかり うん、がっつりできる、がっつりできる。今仮でいいよ、仮。あ、なるほど。今のところの仮聞かして。ちょっとじゃあその私の心分かったの。これ順位変わらないと思いますので、はい、一旦じゃあその かけてみます。あ、 OK。 はい、おい、ちょっとね、率直な、まあ、タイなんでね、はい、あ、もしこ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 、はい、じゃあブドウちゃんがなんか1位になった臭いんで。ありがとうございます。はい、まあなんか念願の10万スコアっぽいやん。ええ、うん、まあ、その前回の5万スコアでかなりこう怒り心頭だったんで、うん、やらしてやられましたからね。うん、してやられたわよね、うん、はい。で今のところ、まあ、あのゆっくり考えていただくでももちろんよくて、その普通歌で来週見れるときに見る形でももちろんいいんですけど、ただ あくまで参考程度に、私だってちゃんと熟考したいんで、はい、なるほど、はい、今のところ、うん、はいはい、ガチのラブちゃん。おお。え？ラブちゃん？はいはいはい、犬？あ、違う、ラムちゃん。あ、ラムちゃん？はい。誰がラムちゃん？びっくりした。なんかあんなにドーベルマン嫌がってたのに、岡本さんの犬になれて言うかも。まだ犬はまずいです。
ラムちゃんね。ラムちゃんね、うん。うるせいね。はい。ちょっとラーマ2分の1も、はいはいはい、アニメ化しますし。うるせいやつらのラムちゃんね。今のところ。今のところ？はい。ふーん。かしこまんこ。あ、来たね。うん。わかったで。ラムちゃんね。はい、ガチですね。ガチってどこまでのガチ？その行くとこまで行ったガチ。ウィッグとかもってこと？まあ、できれば。はあ。ああ、いいですね。なんか。はーい。ウィッグの、まあ、ちょっと足は映らないかもしれないんです、うん、あれですけど。はい。まあ、ちょっと、他はもうガチで。うん、あ、オッケー。私、まあ、10万スコアいったんやから、まあその私が思うガチでいけってことね。石原さんの解釈でね。うん。なんか嫌だね。嫌だから。何？何？なんか前石原さんのなんかねあれでちょっとなんかわけわからんことになったんで。そんな怖いか私の自由は。ちゃんとその榊原さんないしは岡本さんのコンサル入ってもらって。あ、なるほど。そのお願いします。うん。まあでもさすがにその10万スコアこれ以上ないんですよ、そのスコア設定の中で20万スコアとかがあるわけじゃないから、まあ天井行ったんで、まあ やりますわちゃんと。はい、お誕生日おめでとうございます。 ありがとう。ほなちゃんとラムちゃんするから。はい、じゃあまあ変更あれば普通音で送ってきてください。あ、わかりました。よろしくね。ありがとうね。お願いします。なるほど。タリエ。タリーか。そう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 。タリーです。やるやるやる。この、なんか、はい、私が何が恥ずかしいって、うん、その前の犬の時に、はい、なんでドーベルマンに逃げたかって言ったら、そう、犬って言われて、うん、ほんまにちゃんと犬の可愛いやつしたら、はい、恥ずかしいんですよ。あ、私。なるほど、はい。だからこうなんか、うん、文化祭前のヤンキーみたいな気持ちなんですよ。わかる？あ、なるほど。準備足りーとか言うけど、結局やっぱ一番楽しんでる。案外楽しんでる。そう。じゃあこのラムちゃんっていうのも、うん、足りーとは言いました。そう、足りーって言ってるだけ。言ってるだけなんだ。そう、格好で、飾りで。これはいいですね。楽しみですね、じゃあ。じゃあ我々ちょっと期待していてるわけですね、リスナーさんが含めて。その、いわゆる石原さんが考えるラムちゃんというのを、はいはい、もう目いっぱい表現していただけると。はいはい。やります、やります。はい、やります、やります。聞けました。はいはい、もう終わるよ。石原のぞみの超ホブちゃんラジオ、毎週水曜日で21時から生放送、生放送でお届けくれて、ぜひ次回も遊びに来てください。それでは、それではまた来週なんだよね。